歴代ドラクエインパクト最強ラスボスを脅かすボスランキング第4位ムドウ。表向きは世界征服を企む魔王とされているが、実際はデスタムーアの配下。物語前半で戦うことになる珍しい中ボス。第3位ドルマゲス。トロデン城を滅ぼしミーティアたちに呪いをかけた元凶。倒すべき因縁の相手として冒頭から名前が提示される。なんとドルマゲスの名前を冠した専用 BGM もある。第2位バラモス。人間の平和を脅かす魔物の軍勢を率いる総大将として王より討伐命令が下される。しかしその実態は大魔王ゾーマの配下に過ぎなかった。ラスボスだと思っていたら実は背後に真の黒幕がいたパターンの草分け的存在。第1位ゲマ。パパスを殺害した因縁の相手。リメイク版では出番が大きく増したことや、そもそもラスボスミルドラースの存在感が薄いせいでなんやかんや目立っている。主人公を人質に無抵抗のパパスを痛めつけた残虐非道な行いは決して忘れることはできない。